カイツリーに、これ梅田スカイツリーやろ、これちゃうわ。え、これ梅田スカイツリーちゃうの？スカイタワーや、スカイビル、スカイビルか。すごい、マツダの車がここや。こっから行けるんちゃう？こっから大阪アジアン映画祭。そう、これこれさ、これに行くんですよ今から。ほら、あ、なんかあるっしょ、書いてるっしょ。あかん、久保完売し、完売しとるわ、久保。え、完売しとる。何しに来たん今日。俺今ルクアの、ルクアの何階これ？地下2階。ルクアの地下2階。中食が、中食やばいな、これ全部買ってこの場で食えるんでしょ、あの辺りで。消費税 10% 中食やから消費税 10% な、これは。減税、特別の減税に対処にはなりません。それは辛いな、やばいな。ええ匂いするしな。もうめっちゃいい匂いするしな。アラゴスタ、なんやアラゴスタって。これは中食ちゃうやろ、これは。うまそう、バリうまそうやな、ね、この辺りの。なんかすごないあれで。もうそろそろ行かな、もうあれ。あ、ほんま、あれ並ばなあかん、並ばなすごい。紅白は並んでるんでしょうか。あ、紅白めっちゃ並んでる。これはやばいな、これ入れる、これ。これはすごいぞ。これはやばい、これめっちゃ並んでる。うわ、なんか紅白がめっちゃ混んでたんで、このメキシコ料理に。めっちゃうまそうやな、これ。え、誰もおらんけど。うわ、大丈夫じゃん。行っか、メキシコ。すごい、すごいね、これ。すごいね。はい、というわけで再びスカイビルに着きました。なんかここの天空美術館結構おもろそうですね。一回も行ったことないんですけど、ちょっと一回ぐらい行ってみたいですね。はい、アザンデミッター見終わりました。めちゃくちゃいい映画でしたね。なんかすごいパンチの効いた映画です。ちょっと理解するのに最初10分くらい時間かかったんですけど、あ、そういうことかと思ったら、なるほどなと、こういう表し方があるんだなというふうに思いましたね。というかシネルーブルがめちゃくちゃいいですね。なんかメジャーどころ、まあ、S 級作品を扱っているのが普通の映画館だとしたら、ここはまあ A 級作品を扱っている映画館といいますか。すごいなんかありましたよね、広島にもこんな感じの、東急ハンズの上の方にあったかなって感じするんですけど、すごいなんかいろいろ面白そうなイベントとかもやってて、また来たいなと思いました。で、今あちらにいらっしゃるのが主演の方々、すごいですね、アサンデミッタの。はい、というわけで、アサンデミッタ無事見終わりました。で、なんとですね、写真を一緒に撮ってもらったんですよね。すごくないですかこれ。これ見てください、この写真、ね、一緒に写真撮ってもらって、でなんかこの主演の方の携帯でも撮ってもらったっていう、一緒に私のでも撮ってみたいな言われて、だから彼女の、iPhone の中にも僕がいると、スリランカ女優の携帯の中デビューみたいなね、記念すべき日になりました。素晴らしい。で、これなんかスカイビルの地下1階、なんかレトロ食堂街ってのがあるらしいですね。ちょっと見てみようかなと思います。なんかおもろそうですよね。たきみ工事っていうらしいんですけど、こんなのあるんですね。あったあった、地下飲食街たきみ工事。あ、目の前にいきなりインドの国旗が。別に日本食オンリーってわけじゃないですね、これいいですね。いろんな国の人が楽しめて、日本食の雰囲気を、日本の雰囲気ありながらもちゃんとどこの国にも対応してますよってのがいいですよね。あ、インディアン料理屋さん、うまそう。ラーメン屋、大阪の味ラーメン、キラック。
見てくださいよこれ、ナショナル発電団山陽電気株式会社。はあ、山陽がナショナルの電気を売ってたんですかね昔は。なんかよくわかんないですね。これなんか昭和の日本がギュッと詰め込まれてていいですね。うわ、ドリフターズとかありますよこれ見て。ドリフターズ、なんかすごいのたくさんありますね。はあ、うわ何これ緊張。この照明写真もなかなかレトロな感じが、うわすごい。うーん、いやすごいよこれ。はい、なんかスカイビルの下の方にある1階にあるマツダの展示場来ました。かっこいいですね。壁にロールスターがぶら下がってるのがまたかっこいいんですよね。すごいですよ、なんかこれロードスターオブジェ、はあ、なんかすごい一個一個の部品がなんかこだわってんだなって感じがしますよね。このミニチュアとかもねかっこいいですよね。このロードスターのミニチュアとかね欲しいですよね。ちょっとすごいっすね。なんだろうこれ。あ、空中庭園ですよ。空中庭園ってこんな並んでんだな。すごい人気やな。はい、今ヨドバシいるんですけど、あの GoPro のダストホワイトがあります。あとこれすごいですよ、リコーのシータ Z1 3月下旬発売予定。うわこれはすごいよな。はい、梅田の DD ハウスの真ん前にあるカレーハウスっていう、ここで、ポークカレー食いました。なんか結構うまかったですねここ。普通にまあ普通のザカレーって感じの味でした。はい、というわけでここちょっと気になってたんですよね。大阪の太陽の塔カフェっていうめちゃくちゃなんかおしゃれな、太陽の塔感は正直ないですけどちょっと良さげですね。別館っていうのがこっちにありますね。こっちが本館なのかなってことは。ちょっと入ってみましょう。多分スイーツとかだけでもいけるはずなんですよね。なんか結構メニューがおもろいですね。金魚ゼリーソーダとかなんかいろいろおもろいです。おもろい、なんか書いてますわ。このケーキのこの感じ、こんなデコレートがしたい人は反対側の本館の方に行ってください。そっち行こうじゃ。中に入ってみました。なんかねこんな感じのデコレーションが有名らしいんですよ。で、ケーキを頼みました。ケーキセットへこの中のケーキから1つ選ぶのと、ドリンクを1つ選ぶっていうね、 A と B があるんですけど A と B でちょっとドリンクの種類が変わるっていう、まあ、なかなかねおしゃれな感じで、男一人で入るのはなかなか勇気がいると思うんですけど、さっきの写真見た感じだとこれですね、フルーツタルト、季節でちょっと中身が変わると。僕はこれとコーヒーのコンボにしました。来ました。すごいんですよ、なんかデコレーションもやばいですよね。いやーこれはインスタ映え 5% のスイーツですよ。まあただ男一人で来るところじゃないですね。すごい、なんかずっと前ここでノマドしてたヌーンプラスカフェでなんか音楽イベントやってる。もう全然ノマドできそうな感じじゃないですね今日は。 DJ がいますもん。 DJ すごいな、なんか長崎市おもろいっすね。見てください、このなんか生かした古着屋なんだけどモデルがおじさんおばさんっていう、そのだけどイケて見えるという、この逆を行く感じすごくないですか。で最近オープンしたっぽいですね。花がずらーっと並んでますわ。